こんにちは。こんにちは。聞こえますか？聞こえます。はい。何人か来るはずなんですよね。ちょっと待っていただけませんか。はい。ちょっと確認してみますね。金井さん、今日。8時からもし早めだったらちょっと5分ぐらい待ちますか？そうですね。5分後にもう一度来ていただけたら。ははい。い。10分ぐらいにしましょうか。そうです大丈夫ね。ですか？はい。はい。では、8時10分にまた来ます。はい。はい。もしもし。はい。あ、金井さん、今日参加されますか？参加しますけど。はい、ぜひ。ありがとう。覚えてないんだよね。なかなか覚えられない。私もなかなか覚えられないけど、まあ、なんとか、今なん日は、と。金井さんの他に、新井くんっていう役者さんが来るのと、あこのと、前、フェイスブックにいました。みちこさんも来るって言ったかな？あ、本当。これは、ケイタさん。はい。はい。こんにちは。こんにちは、見えます？わかりました。映像は今見れるかな？今、あ、ちょ、今ですね。あ、こええ。れで。今、金井さん、じゃあ、今はでい。すね、ケイタさんが入られたので、先生が8時の時点で誰もいなかったから、8時10分に来ますって言ってました。わかりました。はーい、お願はい。いします。なので、ちょっはい。お願といし一ま旦す。返していただいて、8時10分から今日始まりますので、こんはい。はい。にちは。はこんにちは。ーい。今から入ります。はい、じゃあ、金井さん、お願はいい。しはい。まーす。はい。あとは、今日のですね、今日の、ズームパソコンでやってますか？今、携帯ですね。携帯スで、マホでやってます。ですね、今日の教材を送りますね。はい。ついていけるかな？誰もついていけてない状態なんですけど、まあ、なんとか。いやー、難しいっすね。やったことないので。セリフとかできんのかな？でも人間不可能はないんで、セリフはもうね、分かればそれがセリフだから、そうですね。で覚えもちなゃえんとば。なく音の感じとか、でも、セルゲイプロデューサーがサンドイッチマンさんのテレビに出ますよ。ああ、そうなんですね。いつ出るんですか？おそらく19日放送ですね。で、まだ私動画見てないけ19ど、日。映画のことも言ってくれてるはずで、だんだん世の中すごいです的にね。もう、弾けなくなってきてるから、とにかくもう作るしかないんですよね。だから。宣伝しちゃったらそうそうなりでますすよね。ね。恥かかせちゃうからね、関わったうん。人に。頑張ります。そうですね。ね。この間もありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったですね。なかなか体そう育会系そう。な素振り汗な、かいてね、しっかりしてよましかったたね。ですね。いや、面白かったです。こありちがとうらございこましそあた。りがとうございました。もう一人、金井さんっていう方が入ります。金井さんは、おそらく幕末の町人役とかかなと。まだ役が実は正確には決まってないんですけど、最初かはいら、はいはい。勉強してくれてる方なんですけど、
はい、あと、みちこさんっていう方が今日来るって言ってましたけど。こんばんは。来るかな。こんばんは。こんばんは。ん？聞こえるかな？聞こえますよ。こんばんは。あ、聞こえます。みちこさん。まあ。この、レッスンの動画って後で公開しても大丈夫ですか？役者さんだから顔が出たりするものを勝手に公開するわけにはいかないかな。どうしましょう。でもこれでくらいでしたら大丈夫ですよ。大丈夫ですか？はい。後でそのまとめて 1,2,3,4,5 とか過去のレッスンから学びたい人に向けて YouTube に出したりしてるんですよ。うん、で、その画像できますね。はい、復習ができるからっていうことで、ちょっとじゃあ先生呼んじゃおう。これが、はい、もしもし。あ、もしもし、みんな揃ったので。お願いしてもいいですか？はい、今、接続します。はい、お願いします。でも、稽古も楽しかったですね。なんかだんだん、結構楽しかったですね。うん、だんだん私も運動不足解消になっていて、で、頭がすっきりしますね。なりましたね。マセムさん、すごいね。え？すごい頑張ってましたね。はい。汗かいて。はい。やっぱりね、自分で演出するにしてもその世界を脚本で作るにしてもその空気感みたいなものわからないとなんか作れないですよね。で、言ってましたよ、あの後打ち上げで先生が、監修が今まで牧瀬里穂さんも指導したし、はい、鈴木亮平さんも指導したんですよ、監修の天使。ああ、そうなんですね。はい、でも監督さんで稽古まで来た人初めてですよって、はい、大体みんな役者をよろしくねって頼むんだけど、増山さんは監督なのに来るからなんかすげえなっていう感じで言ってくれて、金井さんも今度県の稽古に行きましょう。言いたいんですけどね、なかなか県外出られないんですよ今。そうなんですよね。金井さん今日もマイクが小さいかも。あ、本当。はい、先生、こんにちは。タチアナ先生。先生は後で動画が出るときに動画のカメラじゃなくて声だけで。はい、あ、すいません。ということですね。はい。はい。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい。お願いします。ちょっと待ってください。今共有しますね。はい。あれ？あ、わかった。パネリストになってなかったからだ。これで多分共有画面を作れます。先生が。聞こえますか？聞こえますよ。共有します。ちょっと待って。はい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 、見えます。はい、では、ロシア語のレッスン5、はい、始めます。よろしくお願いし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 ます。はい、先日はアルファベット全部練習したので、今日はちょっと復習しましょうか。はい。で、宿題は一応、はい、アルファベットの、その歌を歌うっていうことだったんですけど、はい、ちょっと一緒に歌って、まあ、皆さんにちょっと歌ってもらいたいと思います。覚えてるかな、私も。忘れました。全然復習してないですか？あんまりしてない。頭の中入んないんで。あ、そうです。
でははい、一緒に行きます。はい。メロディー、あの覚えてますでしょうか。あぶぶ、ABCD、ABCD の。これ今私のこの、これは見れてるのかな。見えてないか。アルファベットですか。アルファベットの指さしたりするのは見えてない。あ、こうやってくれたらいいですね。これでいいですか。微妙に見えてます。あ、そういうふうにすると、はい、カーソル見えますね。はい。はい。はい、ケイタ様という新しい生徒さんがいらっしゃるので、はい、ちょっとすいません。はい、今日は先日の練習から始めたいと思うので、はい、まあ、できたら一緒に歌いましょう。じゃあ始めます。はい。あぶぶぐでいよ。あぶぶぐでいよ。はい、ジェズイカエルエムエンジェジェイイカエルエムエンエン、はい、オープエルエステウエフオープR L R L R S T S T U U F F L H Z Q Q Q U H H Q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  チャチャチャユ最後なんでしたっけ？ウィウィルユはいスールって覚えてますか？チーズスールウスールスールはいウはいエユヤエユエユヤはいはあはいちょっとかなえさんと、まあ、増山さんにちょっと一緒に歌ってもらえますか。はい、はい、ではあー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 あの虫の音ですね。ハエルエムエンはいおおはいパパのプパおパはいプおプはいあんぶらへL R R はい S S T T U U はい F H Z J S H U もう一回そこからお願いしますはい F F H H Z Z J Ch 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 はい、チェ、チェ、チェ、シ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 マ、シマショウのシェですね。シマショウ、シェ、はい、シェ、はい、シェ、ウウ、ウ、はい、エユヤ、エユヤ、はい、エユヤ、はい。よくできました。では、これからは、なんでアルファベットの、前半を、うん、バラバラにした、読み方がついてない、画像だけを見て、これは何の文字ですかっていうのをちょっと練習していきたいと思います。うんうん、以上ですか？大丈夫ですか？はい、いきます。これは何でしょう？レイモン、レイモン。レモンの L。レオ。L。はい、L ですね。
これは何ですかね。はい、はい、合ってます。グです。グ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 シ。グシ。グシ。金井さん覚えてた。すごい。少し多い。グシ。これは何でしょう。いいよ。いや、いや、イエナ。イエナ。イエレナのイエレナですね。イエレナですね。はい。女の人の名前ですね。イエレナ。はい、イエレナ。これは何でしょう。ボ？なんだこれは。音なんかっていう音。忘れちゃったな。ブブブブブブブです。バラバン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 。太鼓。太鼓。バラバンのバ。ブですね。ブ。パラバンのブ。パラバンのブ。はい。これは何でしょう。あーですね。最初の文字です。あー。あー。はい。例としてはアルブスでしたね。スイカです。スイカ、アルブス。はい。次です。これは何でしょう。ベ。ではないです。ビ。ではないです。B というのがない。V ですね。V。V。V。私の、名字のチリコはの V です。V。はい。で、例としては Volk でしたね。Volk。増山さんのマイクが今聞こえてないです。あ、聞こえてないですか？あ、はい。あ、はい。一瞬だけちょっと。はい。はい。では、次いきます。覚えている方で、で、はい。デリボ。デリボですね。デリボ。キーです。デリボ。で。デリボ。あと、だとか、はいのだのでですね。で。デリボ。これは何でしょう。ゼブラ。ゼブラ。はい。ゼブラのゼですね。ゼ。ゼ。はい。3に、あの、数字の3に似てるんですけど、ずです。ぜ。はい。これは何でしょう？ず、ず、ず、ずですね。虫の音、さっき。虫のず、ず、じ、じです。じ、じ、はい。じ、じゅく。じゅく。はい。じゅく。虫のじゅく。ですね、これは何でしょう。これは何でしたっけ。これは猫の K だけど、あ、か、かです。か、コシカ、コシカ、はい、コシカ、コシカ、コシカ、これは何でしょう。家、家、家なの、家に似てるんですけど、点々があるときは、よーです。あ、よー。全然覚えてなかった。よー。よーし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 。あ、これなんという日本語で、はね。ハリネズミ？ハリネズミ、ハリネズミ。はい。これは何ですかね。なんだっけ。ラスベル。M。M です。はい。ママ、マーリーナ。マーリーナ。ラスベリー。マーリーナ。マーリーナ。ママのマですね。マーリーナ。まあ、これは M、あの、ABC、あの、英語のアルファベットの M と一緒ですね。はい。M。はい。これは何ですか。E に似てるんですけど、あの、これがあるからね。ああ、はい、今ちょっと合ってた。ヨーグルト。ヨーグルトの、ヨーグルトですね。あの、ヨーグルトの、E クラッカーでしたよね。あと、発音、そのまま発音しないんですけど、E、あの、なんていう、ヨーとか、イエの、その、あの、強調する音、うん、
イークラッケって言います。イークラッケ。ヨーグルト。で、これが なければヨーグルトはオーグルトになるからね。あー。はい。で、これがあってヨーグルト。ヨーグルト。このマークは何なんですか？この。はい。上のマークみたいなのは何の？あ、この上のマークは、その、イークラッケって言って、その、なんだろう。これが一つ文字として覚えてください。これがすごい。これはもう一つの文字なんですね。はい、これが、この、E って見えますか？はいはい。すごい E に似てるんですけど、実は E ではなくて、まあ、そのまま発音しないんですけど、これがあれば、そのさっきのヨーグルトがヨーグルトになるからですね。オーグルトじゃなくてヨーグルト。うん、はい、これは他の母音の文字と一緒に使います。そのままは使えないです、はい、これは何でしょう。忘れちゃったな。その画像、このこれを見てください。これ何ですかね、書かれてる猫は 何を食べていますか。日本語とロシア語も同じです。カナッペじゃなくカナッペの上、赤いもの、坂の中にあります。いくら、いくらのいいですね。いくらだ、はい、いいです。いいとこれがすごい似てるからですね。これ上のマークが、はい、いいです。はい、ではこれで練習は前半の、ここまで練習しました。M まで。はい。はい。で、次回は後半の練習したいと思うんですけど、はい。今日は、もう一回すればいいですか？ん？大丈夫ですか？あ、ここまで大丈夫ですか？今は、増山さんに送ってもらった、はい、映画の動画が出るかな。ちょっと待ってくださいね。私がその YouTube で出しますから、何分ぐらいのところをセレクトしていただきましたか。43分33秒。今共有しているんですけど、私は共有しているの見えますか？その今動画は見えてないですね。テキスト、そのワードの方、今共有して、見てます。テキストは見れます。はい、はい、では最初動画を見ましょうか。そしたらその動画、私今日お送りした動画ですよね。昨日でしたっけ？あ、昨日です。はい、昨日ちょっと昔の方になっちゃってで、リンクをもう一度送っていただけないですか。これです。金井さんはズームで話したことがある役者さんです。あ、そうですか。はい、ロシアの映画を見てその一シーンをちょっと喋ってみようっていうのを今日。難しそう。難しいです。私も見て、まあ、できるかな、ちょっと心配です。まあ、見るだけで、はい、しましょう。あれ、どこ行っちゃったかな。今、送っていただきましたか？はい。あ、じゃあ、最新のから見て。あれ？今、来てない。あ、こっちで来たんですね。こっちの。見てますか？見えてますね。で、はい、あ、じゃあですね、一旦動画を見てみますか。この何分、はい、じゃあ一回ちょっと共有を止めていただいて、うん、そして動画の何分って言ってましたか。43分33秒。じゃあこのぐらいからいきますね。
で、ですね、じゃあ私の共有画面で見てみます。ここの YouTube ちょっと見てみます。あ、ちょっと待った。音がコンピューターの音声でいけば音が出るはずです。これから始めます。はい、これから今行きます。Нормально было? Молодец, еще ストップです。はい。はい、これ、他のシーンがすごい、はい、あの話してるところがすごい多かったので、はい。ちょっと、まあ、実際に、前々回、もうちょっと、練習していたものを、ちょっと探して、うん、あー、大変でしたね。今ちょっと、これです。これ見えますか？はい。で、シーン2つ選んでて、はい、これはシーン1ですけど、まあ、はい、気に入らなかったら他のシーンに戻しますので、見てください。はい。はい、で、リンサさん。はい。ですね。おい、プラスティティ、パジャオスタって言います。おい、プラスちょっと今、メモを聞いていいですか？あ、これちょっとカタカナがついてるところがいいのかな。カタカナつけてくれた。嬉しい。はい。おい、でカタカナがついてる。はい。カタカナがついてるんですけど、これ翻訳がついてないので、ちょっと私同時翻訳します。おい、プラスティチェ、パジャウスタ。おい、プラスティチェ、パジャウスタ。パジャウスタ。ぶつけて、あ、すいませんって言いますね。うん。マクシムさんにぶつけて。で、マクシムさんが、アスタロジニーって言います。アスタロジニー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 。アスタロジナ。アスタロジナ。アスタロジナ。はい。アスタロジナ。気をつけてよって言いますね。で、リスさんは、ヌカク。Нормально было. А, これ習いましたね。Ну как? Нормально было. Ну как? Нормально было. 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 どういう意味ですか？どうだったんですか？大丈夫でしたか？っていう意味です。で、マクシムが Нормально って言います。Нормально. Нормально.なるまでない。それは、まあまあ大丈夫ですって言うんです。はい。で、リサさん。なるまりな、いり、クラスな。なるまりな、いり、クラスな。なるまりな、いり、クラスな。クラスな。大丈夫か？それとも、すごかったんですか？って言います。はい。で、マクシムじゃなくて、隣に立ってる、メガネかけてる男。はい。でWообще классно. Мы как раз говорили. Вообще классно. Мы как раз. И как раз об этом говорили. Говорили. Об этом говорили. Говорили. А, субарешкаттандесьо. Чодо има ханаститандесьо. Ты имас. Угу.はい、はい、これでおしまいです。うんうん、どうしますか？シーン2に起こし、シーン2も見てみますか？見てみましょう。はい、シーン2は今48分35秒で、じゃあちょっと出してみますね。はい。こっちか。
あれどこ、ちょっと待って、あ、ちなみにこのマキシムさんっていう方が今度の映画の、ロシアの 主演なんです、うん、だから共演をします。マキシムから新井さんが歳三の刀を奪いますから。48分何秒でしたか。35。じゃあここの辺からで、この辺から見てみましょう。Вот эти вот треугольнички с сахарной пудрой обалденные вот там. Наверное. Мада де. Рано. Мне казалось, звезды обычно к вечеру просыпаются. Это я звезда. Хотя. Давайте вы мне научите курить. Зачем? Ну вдруг мне роль предложат, или курить надо. А я не умею, это неправильно. Кто же все должен уметь? А давайте я вам татуировку сделаю. Вот такие купола и кресты во всю спину. Зачем? Ну, вдруг вам предложат роль уголовницы. А вы раз и готовы. Вы смеетесь на меня? У меня столько чуть-чуть. А у вас стены? А у вас усы. Мучите? Нет. Почему? Я сам не умею. Так бы сразу и сказали. Можно вопрос? Hi, stop. ここでストップです。はい。じゃあマキシムのラインが一応一つカットしてます。ちょっと多分分かりにくいところもあるから。はい。はい。では始めますね。今ちょっと共有します、また。はい。ちなみにこのリーザさんがこのアムールの明け映画祭でいつもマキシムと一緒に開幕式の司会とかをやってる女優さんで、私は彼女に出てほしいんですけど、今すごい有名になっちゃって50-60万人フォロワーぐらいいて、だから結構高いよって言われてるんですよね。でもなんかリーザーが昔から友達なんで出てほしいなと思ってるんですけどね。はい、なんか司会とかもやってるんですね、うん、リーザーのいろいろタレント業とかテレビとか舞台とか全部やってますね、うん、歌も歌ってるし、うん、結構そのコメディ、ドラマ、うん、子供のドラマにも出てくることあるから、ロシアの人も結構みんな知ってます、女優さん。あ、はい、タチアナさんも先生も知ってますか。私も、はい、小さい頃から、テレビで出てたから。そうなの？そんな有名な人なの？そうなんだ、うん、はい、はい、うーん、はい、では始めますか。はい、はい、リサさんは、はい、あ、давайте вы научите меня курить って言います。あ、давайте вы научите меня курить。 А давайте、А давайте вы научите меня курить. Меня курить. А давайте вы научите меня курить. Курить. 私にタバコの吸い方を教えてくださいって言ってます。それに対してマクシムさん、зачем? Зачем? どうして? Зачем? どうして? Зачем?Зачем っていうのは why みたいな意味なんですか？はい、why っていう意味ですね。What for? Зачем、はい、で、リサさんは、あ、вдруг мне предложат роль, где мне курить надо, а я не умею. Это неправильно. Актер должен уметь все. はい、行きます。Вдруг? Меня?Меня. А. Вдруг. Вдруг. Меня. Вдруг меня предложат роль, где меня крить надо, а я не умею.
どういう意味かさっぱりわかんないんだ。ちょっと待ってください。はい。いろいろできた。もし私に、タバコを吸うあのロールの、ロールを演じてって言われたら、私はできないので、これは、ダメでしょっていう意味です。で、女優さんって何でもできるのが理想ですよねっていう意味です。はい。うん、もう一回いきますね。ブルックミニア。ミニア。ブルックミニア。ブルックミニア。Друг мне предложит роль, где мне курить надо. Друг меня... А я не умею. А я не умею. Это неправильно. Это неправильно. Актер, Джои. Актер. Актер. Хай, обойте маска. Это должен уметь все. Актер должен уметь все. Должен уметь все. 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 Хай. Де Максим га. Максим на лайн га, ано, чё-то сугой нагай моно га аттан, де, коре о катто шите мас. Де, ну, если только чуть-чуть, ты имеешь. Ну, если только чуть-чуть. Ну, если только чуть-чуть. Чуть. Коре ими ва, это... Скоши... А, нанти? Ну, если только чуть-чуть, а это... Чотто даке демо ии кана, ты ими десу, не? Де, сон таште, Лиза сан. А у вас седина? アルバスレディナ。セディナ。セディナ。アルバスセディナ。マキシムさんが白髪が出ていますよって言ってます。白髪が出てる？はい。白髪セディナ。髪の毛の白髪？はい。セディナ。セディナっていうのが白髪ですね。で、マキシムがアルバス薄いって言ってます。А у вас усы? А у вас усы? А у вас усы? А у вас? あなたもひげが出てますよって言ってます。薄いがひげなんですね。はい、薄いがひげです。あうばすっていうのは何なんですか？あうばすっていうのがあなたっていう。あなたにはひげがありますよっていう意味です。あなたあるひげということですか？はい、あ、おばす、おせ。で、ロシア語にでは、英語と、英語とちょっと違って、have to have っていう、動詞があるじゃないですか、英語だと。you have mustache っていうんですよね。ですよね。うん、でも、ロシア語では、その have の、その、あるっていう、動詞があるんですけど、それを、使わないんです。ただ、あおわす、薄いで、薄いは、ひげ、おわすっていうのが、あなたにっていう、あなたにひげっていう意味です。なので、あるっていう動詞が、ほぼ使わないですね、こういう場面で。このあおわすそのものがあなたにってことなんですか？はい。バス、あおわす。あおわす。あおわす、セビナ。あなた、ひげ、みたいな。はい、あだけだとどういう意味なんですか？あだけだと。あだけだと、そうですね。いい質問ですね。あは結構使ってて、そう、そういう日本語だと、ではないか、みたいな感じかな。んその、あだ、エンド。英語の and and you have mustache みたいな感じ。あって and みたいな意味なんですね。はい、この場面では and に近いんですけど、でも一つのその多分翻訳できないと思いますね。and 一緒にいつも and として使うことは
あ、一緒にじゃない、いつもその使うことはなくて、その例えば but とかですね、あの but you have mustache みたいな感じになるので、あーとかでもとかではないかとか。あ、でもっていう意味にもなるんですね。そう、でもあなたは白髪あるじゃないですかみたいな感じ。うん、はい。というニュアンスもあります。ウバスっていうのは、ウバスっていうのは、ウバスっていうのが、って意味なんですね。英語で言うと。そうですね。あの、バスは、V っていう、あの、名詞ですね。あなたっていう名詞で、その V と T があって、T はあなたの、あの、ちょっとそのカジュアルで、バス、V がバスとかが、ちょっとそのフォーマルな、あの、あ、書くバスドブって覚えてますか皆さん。はい、覚えてます。はい。最初会った人には、V とバス書くドブと、バスの方を使います。で、T は、あの、友達同士、あるいは家族同士とか使うので、うん、まあ、あなたと、という、あの、意味なんですね。そして、はい、覚えておいてください。はい。アウトバス。なるほど。はい。で、次いきます。で、リスさんは、なうちてって言います。なうちて。なうちて。なうちて。はい。あの、教えてくれないかって言います。その、タバコのことですね。タバコ追加で。マクシムが、にゃつって言います。いいえ。にゃつ。にゃつ。リサは、パチモ。どうして？パチモ。パチモ。パチモ。はい。で、マクシムが、ヤサンニューミュー。ヤサンニューミュー。ニューミュー。ニューミュー。私自分が、ニューミュー。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 私自分がタバコ吸わないからって言ってます。はい、リッサさんは、タグブイスラズスカ、タグブスラズイスカザレって言います。タグブスラズイスカザレ。スラズイスカザレ。カザレ。カザレ。スカザレ。スカザレ。最初からそう言えばいいのにって言ってます。はい。これで、二つ目のシーンは終わりです。何のシーンが、どちらのシーンが気に入ったんですか？どっちがいいですか？再現するのがちょっと。かなえさんと新井さん、最初がいいですか？最初の簡単な方がいいかもしれないですよね。そうですね。はい。では最初。なんか文法とかは英語と同じような感じなんですか？違うと思いますね。結構難しくて。日本語ともまた全然違うんですか？日本語とも、あの、言葉の順、あの、言葉の順とか、その、文法も全然違うので、あの、男性さん、例えば、その、男性系と女性系と、もう一つのその、ジェンダーがあるんですけど、それに、それに、対してそのなんていう形容詞の、語尾変化もあるので、まあ結構深い話になるんですけど、うん、今は全然、はい、主語述語ってこうつながっていく感じではまた違うんですね。ロシア語っていうのはちょっとバラバラですね。日本語ではその私はパスタを食べてますって言うんですけど、うん、ロシア語ではパスタを私は食べてますみたいな。で、パスタは私に食べられてますみたいな。まあいろいろ言います。はい。で順番は多分日本語とは全然違って、そのなんていう順番もちょっとバラバラの、こともある。でも多分英語と同じで I eat パスタなので、その私動詞とそのものになるので。うん、まあそれは動詞からじゃあ始まったりするんですか？はい、あのそれは普通ですね。ああ、動詞から始まるんですね。はい、ロシア語っていうのは、はい、例えばそのタクシーに乗ってますとか、イエドなタクシー、イエドっていうのが乗ってる、タクシーは後ろに来ます、
Еду на такси. なんですけど、まあ、それはまだ全然考えなくていいかなと思います。アルファベットを習ったばかりなので、はい。はい、そうですね。はい。あと複数形とかいろいろあるから、複数形によって、うん、あの語尾変化、語尾変化は大変だと思いますね。はい。じゃあ行きますか。あ、今ね、私日本語と両方作った、つけた資料を作りました。だから、これをつけましょうか。ちょっと待って。すごい、こうやって。あ、映画の方ですか？あの、音と、日本語の読み方と、日本語とアルファベットを全部つなげたワードを今作ったんで、これを見ながらやると。すごい。いやもう手作り学校だからちょっと待ってくださいね。で、メガネをかけてる男でおしまいだっけ。はい、これで大丈夫です。メガネをかけてる男で、それでいいのかな。じゃあそこまでかな。 あの共有ストップします。あ、じゃあちょっとまだ途中までだけど、とりあえずここに共有します。ちょっと待ってくださいね。はい、ズームのページはどこでしょう？どこ行っちゃった？ありました。で、もう一度、この、ごめんなさいね。これ？あ、これだ。これを今。これを共有します。これで今見れてます？はい。はい。これがオイプラスティナパジャールスだ。すいません。これちょっとあの、すいません。コントロールを押していただいて、あのスクロールをちょっとあの、はい、あの、大きくすることできますか？みんなが見れるように。はい、こういうこと？はい。これですね。はい。はい。これで見れますか？はい。では行きますかね。はい。もう一回読んだ方がいいですか？はい。じゃあ先生が読んで、はい、その後私たちがまず繰り返す形にしましょうか。はい、そうしましょう。はい。おい、プラスティーチャ・パジャールスタ。おい、プラスティーチャ・パジャールスタ。おい、プラスティーチャ・パジャールスタ。はい。すいません、ということですね。次で、アスタロジニー。アスタロジニー。ロジニー。アスタロジニー。はい。Ну как, нормально было? Ну как, нормально было? Нормально было? Ну как, нормально было? Нормально. Нормально. Нормально.Нормально или классно? Нормально или классно? Вообще классно. Мы как раз говорили об этом. これがちょっと抜けてます。Вообще классно. Вообще классно. Мы как раз говорили. 何か抜けてますか？はい、今ちょっとチャットで送ったんですけど。チャットで送った。ロシア語の方が、Мы как раз говорили.チャットで送った。ムカクラスガバリリ。ガバリリ。あ、だ、まあ大丈夫か。あの、カタカンの方がついてるから大丈夫です。気にしないでください。はい。ムカクラスガバリリ。ムカクラスガバリリ。ガバリリ。アブエタム。アブエタム。ムカクラスアブエタムガバリリ。ガバリリ。ムカクラスオブエタムカバリリ。カバリリ。エタムカバリリ。はい。これでおしまいです。で、下のはまだ、つけてないです。このカタカナを。じゃあ、ここまででいいか。ここまででもできたら立派なものじゃないですか。
その下もつけますか、はい、下があのついてると、あの型紙がついてるところがある、あのものがあるんですけど、それがただ翻訳がついてないんですけど、それでも大丈夫す、うん、であれば私からあの共有します。うん、どうしよう。まずじゃあこれを再現しますか。これをここまで再現してみますか。多分今50分だし、うん、はい、何かちょっと、はい、これじゃあリサさん役とマキシム役と、とメガネかけてる人、メガネかけてる人役で3人ちょうどいるからやってみますか、うん、で、はい、理想的なのは自分のパートをカタカナで自分でノートで書いて映像を見ながら吹き替えでやってみるっていうのが、なのですごい簡単じゃないとまだできないから、誰がリサさんで誰がマキシムで誰がメガネのおじさんやりましょう。何でもいいですよ。どうでしょう。じゃあか金井さんと新井さんは何したいですか。はい、あ、どれでも大丈夫ですけど、簡単なやつの方がいいかもしれないね。新井さんがあの今日初めてなので、はい、メガネかけてる人のラインやりますでしょうか。はい、はい、じゃあメガネの、はい、じゃあ実際にはメガネをかけてる金井さんがマキシムをやりましょうか。マキシム、はい、はい、じゃあマキシムの部分で、金井さんはこのメガネをかけてる男のカタカナを今メモしていただいて、あ、新井さんが、はい、で私はリサさんをやってみますので、あ、ごめんなさい、動かしちゃって、はい、ん？クラス、画面が動いちゃうと、じゃあちょっと小さく、これでどうでしょうか。はい、大丈夫ですか。じゃあ次は、マキシムさんのところ行ってみましょう。どうでしょう、マキシムさん。はい、ここからだ。アスタロージナですね。アスタロージナ。パプシクラスナ。ムイカクラスオブエタンカバリディ。したいって言うでしょ。はい。で、ちょっと、したいって。パプシクラスナ。はい、じゃあしたいって。ムイカクラスオブエタンカバリディ。なんかさすが役者さんですね。音がうまい。大丈夫という、じゃあ大丈夫がナルマリナ、ナルマリナ、ナルマリナ、ナルマリナイリクラスナ、ナルマリナイリクラスナ。ちょっと待って。で次が、あ、もう大丈夫。ここまで。ここまでです。初めてだな。ロシア語のセリフ喋るの。おい、おい、プラ、アスティチ。パフィクラスナ、ミカクラスオブエタンガバリディ。ナルマリナ。アスタロージ。おい、プラスティナ、バジャルスタ。逆にマキシムさんのラインがすごい少なくなっちゃって、すいません。ケイトさんにすいません。ちょっと長い方に行っちゃったんですけど、ライン。はい。ああ、全然大丈夫ですよ。逆にメガネかけてる人の方がちょっと長くなっちゃったのかな。ありがとうございます。でも頑張りましょう。じゃあ、映像を見ながらやってみますか。はい。できるかな。もう一回だけ音を聞きたいですね、先生の。あ、はい、あのメガネかけてる人の、はい、メガネ、はい、の方ですね。すみません、お願いします。はい、вообще классно, мы как раз об этом говорили. Мы как раз об этом говорили. はい、вообще классно. はい、合ってます。вообще классно, мы как раз об этом говорили。はい、よくできてます。うん。ありがとうございます。はい、行きますか。
準備大丈夫かな。ナルマニラプラス。ナルマニライリクラスナ。ナルマニライリクラスナ。アスタロジア。カクナルマニラプラ。カクヌカクナルマニラプラ。おいプラスティナ。Ну как, нормально было? Ты имеешь? Ну как, нормально было? 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 Как, じゃなくて как, ですね? Как? Как? はい。Как дела, но как, ですね? Ну как, нормально было? はい。行ってみますか? はい。Нормально или классно? よし、じゃあ行ってみましょうか。これは何分でしたか?43分33秒。うまい。さすが役者。やっぱプロは違うな。これちっちゃいですか？画面大丈夫かな？これで大丈夫ですか？音このままにしますか？大丈夫です。しますか？最初は音を重ねながらやってみますか？うーん、あー、今こっちになってるから共有停止して、はい、で、これでじゃあ最初音ありでこれ23秒からだけど。Осторожнее. Простите, пожалуйста. Ну как? Нормально было? Нормально. Нормально или классно? Вообще классно. Мы как раз говорили. Спасибо. Я так боялась. Извиняй. Доко га доко да ка вакаранай. Хай. Доко кара? Мне чак ча хэйс. Хаякучи десу. Доко де шта? Нан пун? 40… あ、これで合ってるんですけど、はい、43分の33秒から。超早い。全然ついてない。はい、すごい、もう多分30秒ぐらいでも終わるから。そうなんだ。じゃあちょっとまず耳で我々一回聞いてみませんか。はい、はい、お願いします。はい、じゃあ行きます。自分、あ、消えちゃった。どこ行っちゃった。43分。ここだ。そう、そういえば、シーン。Осторожнее。Простите, пожалуйста. Ну как? Нормально было? Нормально. Нормально или классно? Вообще классно. Мы как раз говорили. Спасибо. Я так боялась. А я перед сценой... すごい短い。これでストップ。はい、すごい短いです。その後はすごい、あの、早い。長い、その、セリ…なんて言葉があるので。はい、プラスネパジャーして。演じてみますか？やってみますか？はい。はい。じゃあ、へえ、ちょっといけるんだろうか。頑張ろう。あ、これ10秒ちょっと待ってくださいね。Нормально. Нормально или классно? Вообще классно. Мы как раз говорили. Вообще классно. Я перед сценой, когда волнуюсь, все пишу про... Стоп, дес. Мецая. Со десне. Это... Долго наши де. Долго наши де. はい、動画なしで、はい、わあすごい、はい、リサさんから、じゃあ動画なしでワード見ながらやるか、はい、でこれで多分、あ、こうしておけばみんな見えるんですね、ちっちゃいかな、大丈夫かな、いきます、あ、まあ共有してなかったですね、これでこうすれば、いきます。うん。はい、ありがとうございます。はい。おい、プラスティナ、パジャウスタ。プラスティッチ、パジャウスタ。ん？あ、もういいか。プラスティッチェですね。プラスティッチェ。プラスティッチェ。ティッチェだ。
N がないから、プラスティッチェ。プラスティッチェ。プラスティッチェ。おい、プラスティッチェ、パチャルスタ。アスタロジネ。ぬかく、アルマリナプラ。ナルマリナ。ナルマニア、イリクラスナ。アビシェクラスナ。ムイカクラスオブエタムガブリリ。すごい。すごい。大変だ、これは。前後。いや、私、ロシアのシーンもあるんだよな。まあ、頑張ろう。でもすごい、あの、最初から、うんうん、みんな頑張ってる。シーン、あの、次のシーンもやってみますか、そしたら。やってみますか？やってみますか？お願いします。じゃあちょっと待ってください。せっかくだからこの音を書いてくれたのをこのコピペしましょう。どこだったっけ？48分35秒。48分30秒。ここですね。ここから、ここからをどこにくっつければいいんだっけ？うん、これだ。これですね。これを、ごめんなさいね。あ、多分翻訳がいらないから、そのカタカナがついてるの方を。あ、そうか、翻訳いらないから。はい、いらない。じゃあ、その最後のとこだけ見ればいいんじゃないですか。そうですね。ここまで、ここからを見ればいいんですね。はい。じゃあここからなんか全部いっぺんに見えるようにこうすればいいか。そして、はい、大きくすれば、あれ？ちょっと、うん、見えてます。見えてる？これがいっぺんに見えるような字のフォントの大きさにすればいいんじゃない？これが今16だから、これを 10.5 とかにして、ごめんなさいね、ややこしくて。なんでこれが？私からしましょうか。あ、そうした方がいいかも。先生、お願いしていいですか？はい。はい。じゃあ、一旦共有停止して。大変だな、これは。大変ですね。やべえ。でも私、武術も最初意味わかんなかったけど、結構5回ぐらい出たかな。6回ぐらい出たら、だんだん誰がうまいかわかる。こんなに出てたんですね。はい、そうなんです。新しいワードに貼り付けます。すいません。今用意してくれてるんですね、はい、これで見えますか？自分のラインを多分見えないんですよ。見えないですか？うん、なんか、お、なんか2つの画面が見えちゃってる。これって多分、横長にすればいいんだよね。あ、私、いいこと考えましたよ、先生。これで？これで多分、いつも縦長だから、ワード、これと合わない。あ、でも、あれだ、新井くんは携帯でしてるんですよね。はい、そうです。じゃあ縦長なんだ、携帯は縦長ですね。でもここでなんかアップできたりするんで、これでも全然見えますね。いけます？これで、はい、これで大丈夫？自分に送ってもらったものを見れるから、皆さんが見やすいものを見てください。見えますか？今共有した。はい、やめますか？大きいけど、でもみんなが大きいですか？これ、うん、どうですか？これでいいですか？これでスライドして、あ、そう、あ、こっちはスライドできないんだ。あ、でもそうやってスクロールしていけばいいんじゃないですか、先生。あ、はい、その場所によって、はい、それでいってみましょうか。はい、なので、ちょっと
じゃあ最初その リサとマキシムだ誰をやるのをちょっとやりますか。じゃあ金井さんと新井さんでリサとマキシムしてみますか、はい、このリサとマキシムの会話だから。あるいは、はい、あの私はリサをやってリサの方がちょっと多いのでマキシムは誰かで一人ずつやります。そうしましょう。はい、はいはい、お願いします。では増山さんからいきますか。あ、じゃあ私がマキシムですね。はい、はい、では私いきます。あ、давайте вы научите меня курить。 Зачем？ Вдруг мне предложат роль, где мне курить надо, а я не умею. Это неправильно. Актер должен уметь все. Ну, я только чуть-чуть. Ну, если только чуть-чуть. Ну, если только чуть-чуть. А у вас седина? А у вас усы? Усы. Усы. Хиге га ある요. Хай. Научите? Нет. Почему? Я сам не умею. Так бы сразу и сказали. これが最初がなんタバコの吸い方教えてよ。なぜ？だって女優だから何でもやらなきゃいけないし、はい、とかいうのを言ってるんですね。ウドルド・ミネ・ブリジェット・ロール・キデっていうのは何て言ってるんでしたっけ？この何が？このマキシムですか？うん。リサが、うん、そこそこ、そこは何て意味でしたっけ？あ、これが、もし、こっちあります。もし、タバコを吸うキャラを演じることになったら、私はタバコ吸いないから、うん、女優って何でも演じることがありそう。このアクチャルっていうのがアクター、アクトレスみたいな。アクチャー。アクチャー。はい。女優って何でもできなきゃダメでしょっていうことで。はい。で、ぬ、家取り取るかチャットっていうのはどういう意味でしたっけ？ぬ、家取り取るかチュッチュッチュ。ぬ、家取り取るかチュッチュッチュ。はい。これ、なんて意味ですか？これは、ふざけてるの？あ、いや、そうでもない。っていうことで、その、あの、カットしてる、あの、あ、そっか、ラインがあって、その、うん、はい、そうでもない、そうでもない、その、女優さんって何でもあの理想っていいじゃないですか、リーさん。で、その後は、マキシムが、そしたら、あなたもタトゥーやればいいじゃない？背中に大きいやつ。で、リサさん、なんで？って言います。で、マキシムは、もし犯罪者のロールを演じることになったら、事前に準備しておいたらいいじゃない？って言ってます。で、リスさん、ふざけてるの？って言って、で、マキシムが、ぬいえしとるかちゅちゅ。いや、そうでもない。ぬいえとるかちゅちゅ。ぬいえとるかちゅちゅ。はい、これがちょっと、こっちのその、文がすごい、多分発音しにくいから、それをカットしてます。はい。これです。これカットしてる。カットしてる文がこれです。ちゅちゅってどういう意味なんですか？ちゅちゅって。っていうの。ちゅちゅはあのちょっとちょっとっていう。へえ。はい。音が似てる、ね。ふざけていますかって。いや、そうでもないっていうか。ちょっとふざけてるんですけど。ちょっとね。ちょっとだけってこと。ちゅちゅちゅ。はい。で、ちゅちゅはあの結構使っあのまあ普通の場面でも使ってて、例えばレストランに行ってあのまあ誰かにその。あのワインとか飲みますかって、あ、とっかちゅちゅって言ったら、まあ、少しだけっていう意味ですね。なので、ちゅちゅは結構多分耳にすることはあると思います。よく使うんですね。はい。イエスリーっていうのはどういう意味なんですか？イエスリーは、イエスリー自体がその、は、if、英語の if ですね。もしっていう。もしっていう意味です。はい。イフなんですね。なるほど。はい。あ、はい。再現してみますか？もう一回。はい。はい。お願いします。じゃあ、次は違う方がやりますか？はい、かなえさん、マキシムさん、お願いします。はい。
Да, я иду. А давайте вы научите меня курить. Зачем? Вдруг мне предложат роль, где мне курить надо, а я не умею. Вот это неправильно. Актер должен уметь все. Ну, если только чуть-чуть. Чуть-чуть, хай. А у вас седина? А у вас седина? Хай, ёкутакита. Научите? Научите. Нет. Хай. Почему? Я там не умею. Так бы сразу и сказали. はい、おしまいです。よくできました。あの、薄いの発音がすごい合ってたので、うん、嬉しいです。いや、薄いです。覚えやすい。はい。はい。では、新井さんかな。はい、お願いします。はい。はい、はい、行きます。あ、давайте вы научите меня курить。Зачем?Вдруг мне предложат роль, где мне курить надо, а я не умею. Это неправильно. Актер должен уметь все. Ну, если только чуть-чуть. А у вас седина. А у вас усы. Научите? Нет. Почему? Я сам не умею. Как бы сразу и сказали.すごーい。すごーい。さすが。なんとなく、ちゃんと会話になってる。すごい。スムーズにできました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、まあ、これで真の再現が終わりなので、お疲れ様です。はい、で、もう一つ今日、ちょっと、新しいテーマがあったので、皆さん大丈夫ですか？あの時間大丈夫ですか？はい、大丈夫です。大丈夫ですか？はい。では今共有してるんですけど、ちょっとアクセント今共有できてないと思います。あ、できてない？あ、うん。ちょっと、あ、これです。はい。で、アクセントをちょっと、勉強していきたいと思います。で、アクセントっていうのが、ロシア語にはあって、で、アクセントによっては、その、母音がその長く発音される、で、発音されると場合があります。で、アクセントがあるその音節は、音節の母音が強いです。で、アクセントのない母音は、弱くて、その、短めに発音されます。で、音節っていうのがあって、で、一つ音節、多分日本語も同じかな。例えば、そのテーブル三節で、あかんだったら二つ、二音節があるんですよね。で、ロシア語も同じで、一つ音節の場合は、アクセントがないですけど、あ、アクセントがある、うん。そうですね、原則としてはアクセントがあります。なので、例えば、ちょっと読んでみるんですけど、だ、はい、だ、と、あ、と、と、うん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 、オン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 、ザ、ザオ。今どこ読んでます？ザオ、ザオ、はい、ソク、ソク、ソク、ロト、ロト、ブラト、ブラト、スポーツ、スポーツ。はい、これは全部あの一つ音節になります。で、こっちの、ボーン、うん、あの文字が、強く言っても大丈夫。だ、だじゃなくて、だ、だ、だ、はい、だ、と、と、うん、うん、うん、おん、おん、おんですね。うん、ナターシャの N ですね。はい。ザウ、
Зал. Зал. Сок. 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 Рот. Лот. Рот. Чи. Брат. Блад. Кёдай. Спорт. 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 Хай. Де, цуги ва, ни онсетсу の場合が、アクセント、見えないかな？アクセント、の位置を、示すために防音の上にこうなんかついてるのが見えますか今？あんまり見えないけど。見えない。例えばその窓のところ。ちょっと見えます。窓は見えます。はい。で、その、これが、こういうなんかアクセントマークがついてるところが、防音の、発音が強いですね。なので、パパじゃなくてパーパー。この A の上にちょっとついてますもんね。パーパー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 。マーマ。マーマ。マーマ。はい。アンナ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 じゃなくてアンナ。アンナ。アンナ。えっと。これ。コスマス。コスマス。クダ。クダ。クダ。アクノ。アクノ。アクノ。イヴァン。イヴァン。イヴァン。はい。で、これがついてます。はい、次です。で、三音節のところですね。三音節のところも、これがついてれば、母音を長めにします。で、コムナタ。コムナタ。コムナタ。オーブラカ。オーブラカ。オーブラカ。はい。ブマーガ。ブマーガ。ブマーガ。はい。サバーカ。サバーカ。サバーカ。アナナス、アナナス、アナナス、パタム、パタム、パタム、はい。で、3節まで来ました。すごい長い、例えば、アビエヴレニューとか、すごいなんか長い4節、多分5節までいけるかな。音節の、場合があるんですけど、まあ、とりあえず3まで行きました。で、ちょっと発音の練習していきたいと思います。で、皆さん大体アルファベットちょっと習っているので、これは教科書から持ってきたもので、レッスン1、教科書のレッスン1ですね。なので、そんなに難しくないです。見た目は多分ちょっと難しいと思うんですけど。はい。では、一つ、一音節の場合は、こういうなんかアクセントマークがついてないのが、ついてない理由が、その一つ、母音が一つであれば、もうこれがアクセントが、アクセントマークはいらない。なぜかというと、アクセントがもうあるから、原則として。そうですね。なので、一つ、これを、見ると、ポートになるんですけど、パーッ、これがこのようなアクセントがついてないじゃないですか。これはその母音が一つしかないので、その母音に当たります。ポート。ポート。ポート。はい。汗です。で、プラン。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 プランですね。パーパ。パーパ。パーパ。ここは母音がアー二つあるから、一つ目の棒にアクセントつきます。で、パゴーダ。パゴーダ。季節です。ボーク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 は背中のあたりのところかな。はい。バンク。バンク。これは銀行。ブラッド。ブラッド。ブラッドです。はい、もう次行きます。と、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 た、
там, там, туда, 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 туда じゃなく туда ですね。туда, да, да, дом, 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 дума, 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 добрата, 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 はい、как, как, кот, 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 кто, кто, комната, комната, гром, 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 губа, 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 голос, 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 сон, 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 сало, 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 стол, стол, сторона, 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 за, за, зал, 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 зонт, 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 золото, 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 фон, сон, фон, 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 фунт, 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 факт, 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 форма, 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 вот, 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 вас, 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 вода, 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 はい、もう、あの、もう少し、most, most, most, ママ、ママ、ママ、marca, marca, marca, moda, moda, はい、no, no, no, nas, 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 nos, 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 norma, 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 rot, 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 rak, rak, rana, 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 рука, рука, рук, 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 лампа, 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 луна, луна, луна. お疲れ様です。はい、次は基本的な文章です。これは何々ですっていう意味でアクセントもつけてます。見えますでしょうか。はい。次、エタドーム。エタドーム。エタアンナ。エタアンナ。エタイヴァン。エタイヴァン。エタイヴァン。先生、質問です。あ、はい。これって言ってるけど、人の名前も入れていいっていうことですか？はい。あの例えば誰かをその紹介するとき、うん、エタ例えば、うん、エタカナイさんみたいな、うん、英語だとなんかイットっていうとそれは人じゃなくて物しか使えないけどこれは、うん、あのロシア語はエタは物でも人でも両方とも大丈夫なんですね。はい、その例えばこれは誰ですかっていうのがクトエタ、クトは誰、エタはこれになるんですけど、うん、あの例えば英語だと Who is she とか言うじゃないですか、うん、Who is that とか、うん、なのであでも同じになるそうですね、あのこれはっていうのがこれは何あの誰々です。これはアナです。うん、とか、うん日本語とは一緒です。なので、うん、問題ではないです。はい、誰かで。エタ・ミシャ。エタ・マクシンとか。って言っても、全然あの問題ないです。エタ・アライさん。エタ・カナイさん。アライ。そうですね。はい。それ例えばその国に対してもエタヤポニアとかって言います。これは日本です。はい。例えばその地図とかであの指さしてこれは日本ですとかって言います。はい。
はい、次行きます。で、誰々がどこどこにいる、それとも何々がどこどこにあるっていう意味です。パパタン、パパタン、はい、イヴァンドーマ、イヴァンドーマ、ドーマ、はい、イヴァンは家にいますということですね。タンっていうのがいるって意味、いや、タンっていうのがそこです。なので次ここ、すごい動詞がないんですね。名詞と名詞がぶつかるみたいな。ここ、そうですね、ここで、であるとか、うん、いるあるを、表す表現が、すなわちその英語の to be 動詞現在形にあたる語は普通は使わない。で、また英語の a the のような冠詞はない。はい、This is a cat. This is an apple. とかは、これは、это яблоко. Это кошка. になるから、is とか a とかはないんですね。はい。ただ、это なんとか。это стол. これはテーブルです。とか。это аэропорт. ここは、エアポートです。日本語で何ですか？空港です。空港です。はい、ここは空港ですとか、はい、って言います。これ2番までやりましたよね。3番、ここに何々がいる、誰々がいる、何々があるという。で、what stall? What stall? What papa и mama? What?パパ、イママ。はい。これは、ここ、ボッというのがここ、ストーというのがテーブル。ボッ、ここにテーブルがありますという意味ですね。はい。で、ここにパパとママがいます。ボッ、パパ、イママ。ボッ、パパ、イママ。はい。いるっていうのが、いる、あの場合によって、例えばその写真を見せてて、What my papa? とかって言ったら、ここは、父がいるっていうじゃなくて、これは私の父ですっていう意味ですね。なので、まあ、日本語とは 100% 合ってない、うん、はい。はい、練習、ちょっと練習したいと思います。で、これちょっと最初読んでもらって、意味をちょっと簡単に、訳していただきたいと思います。さっきの例には出てきたものなので、ちょっと読んでみます。かね、難しいかな。イトドーム、はい、合ってます。エタドーム、エタドーム、家が、これが家です。これ、はい、これは家ですね、はい。2番目、エタコムハナ、コムナタ、コムナタ、コムナタこれはすごいABC、その、そうですね。英語の H に似てるんですけど、これは N、ナタシャって覚えておいてください。ナタシャの N。コムナタ。エタコムナタ。エタコムハナタ。コムナタ。エタコムナタ。はい。これ何という意味でしょう。コムナタって何でしたっけ？部屋です。あ、部屋なんだ。これは部屋です。はい、あるいはここは部屋です。ここは部屋です。はい、3番、エタストーン、はい、エタこれはエタストーン、机です。おー、すごい、机です。すごい、はい、エタストーンですね。エタストーン、はい、4番です。エタパーパ、はい、合ってます。エタパーパ、エタ、はい、パーパー、訳してみてください。これはお父さんです。はい。5番です。エタ、な、
な、あなな。あな。あんな。あんな、はい。合ってます。あんな。い？イバー。イ？イバーン。はい。よくできました。かなえさん、すごい。かなえさん、すごい。すごい。これはアンナさんとイワンさん。はい。次行きます。イバー。ママ、ドーマ。ママ、ドーマ。ママ、ドーマ。ドーマ、さっきのドーマと字が違うんだけど。そうですね。はい、あがあって、あまります。エタドームっていうのが、その、これは家です。で、うん、ママが家にいるっていう意味でしたら、その家のその語尾変化があります。で、あがついてきます。ママ、ドーマ。難しいな。パパ、はい、それは難しい。タム。はい、パパタム。あ、すごい。パパタムです。で、訳してみてみましょう。パパがいます？はい、パパはあそこですね、タム。あそこ、タムはあそこなんですね。はい、パパタム。うん、はい、パパ、パパ、うん、ママ、パパイママタム。パパとママがあそこにいるねっていう感じです。はい、すごい。はい、読んでみましょう。はい、What Ivan? What Ivan? はい、さっきのこれですね。あ、言っちゃった。これはイヴァンです。はい、2番。What Moskva? すごい。ここはモスクワです。はい。What Moskva? はい、で、3番。What Koto? Store?ストー、椅子。これは椅子と机です。おお、すごい、はい、すごい。イエーイ。はい、これでおしまいです。すごい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。すごい、かなえさん。出発は、あの、持続があるんで、明日はさってる。復習用に。動画を上げて、で、新井さんも過去の5回の動画が見れるようにしていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。今日の資料も、増山さんの方に送ってるので。はい、この新井さんには Yahoo で送ったらいいですかね。はい、Yahoo メールを教えていただいていると思うので、はい、新井さんに Yahoo メールで、はい、添付で送ります。お願いします。かなえさんは、あの、Facebook もしやっておられたら、グループメッセージもあるけど、役者さんだし、あんまりグループに入るのも申し訳ないからも、だから、直接送りましょうかね。で、お任せします。はい。で、かなえさんにはグループメッセンジャーで送りますね。はい、ありがとうございます。はい。あと、はい、前々回の資料も送ります、はい。はい、ありがとうございます。先生、なんかおすすめのテキストブックとかあったりするんですか、はい、ロシア語の。今使ってるのは2つあって、そうですね、実はその友達で北大の先生、ロシア語の先生がいて、その人からもらったものなんですけど、私もそんなに詳しくないので、はい、次回ちょっとまとめて言っても大丈夫ですか？今、なんとも言えないので、すいません。資料が2つしかないので、今。はい、あと、先生にお願い事ばかりしてるんですけど、はい、ですね、セルゲイさんから動画が届いたんですよ。あれ？セルゲイさん？うん、向こうのプロデューサーさんから、あ、はい、授業は一旦終えて、もう一つ仕事の話を、はい、する感じなんですけど、もし聞いてもらえたらあれなんですけど、それが札幌テレビで放送される動画なんですけど、はい、それをですね、向こうで字幕つけてなくて、こっちで字幕つけなきゃいけないんですよ。はい、
はい、あ、すいません、ちょっとあの宿題だけ、あ、宿題だけ、はい、じゃあまずその話して、はい、すいません、はい、その今日の、新井さんにあのちょっとアルファベットを、はい、資料を送ってからアルファベットのちょっと練習をして、次回もし参加されるんであればちょっと楽になるので、はい、と、分かりました、今日のアクセント、練習、発音練習の23ページ、プレゼンの23ページあるじゃないですか、それを見ながらちょっとでも、自分で、まあ、皆さんに、皆さんが、ちょっと練習しておいてください。で、はい、で次回からはなるべくあのカタカナの、発音をあの書かないようにするので、うん、ご了承ください。わかりました。はい。頑張りましょう。頑張、はい、でも、かなえさん全然大丈夫なんで、今のテンポであれば。はい、以上です。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。時間が、はい。はい。たっぷり教えていただいて、先生、ありがとうございました。はい、では、ではでは、じゃあちょっとみんな退席してもいいですよということで、はい、はい、あ、ただ先生に、はい、先生に一つ、はい、あ、私は残ります、いいですか、ごめんなさいね、はいはい、あのこの花嫁の手紙、サンドイッチマンさんの富澤さんの、うん、翻訳してくださった先生の動画、うんうん、をもうセルゲイさん字幕つけたの見てもらって、でその感想が届いてるんですけど、うん、それが多分短いと思うんですけど、サンドイッチマンさんの映画についてのコメントとかだと思うんだけど、まだ私も見れてないんですが、これが、うん、札幌テレビに、19日放送されるんですよ、うん、あ、来週ですか、そうで、あのもしできたらなんですけど、もし先生がお忙しかったら他の方に頼もうかなと思うんだけれども、うん、なんかあの映画見てくれてるし、ニュアンスも分かってくださってるので、もし、うん、あの先生お願いできたら、そのロシア語の、コメントに日本語の字幕をつける作業をお願いできたらなと思ったんですけど、そんなに長ければ多分1日で終わるものなんで、多分1日もしないとも3分ぐらいだと思うんだよね、あ、全然大丈夫だと思います、ありがとうございます、じゃあ後で送ります、はい、ただ何か指摘がありましたか、まだ私の動画見てないん、これ開けるかな、あ、そもそもそのチェックする作業者はいないっていうことですよね。その第三者がその字幕を見て、そうですね。ああ、わかりました。はい。あの日本側で、チェックしないといけないんですね。うん。了解です。ありがとうございます。はい。はい。じゃあそれではまたよろしくお願いします、お願いします、ありがとうございました、はい、今日の資料って、すいません、はい、今日の資料ってもう一回送った方がいいですか、それとも増山さんから直接皆さんに送っていただくんですか、はい、私から皆さんに送ろうと思うけど、うん、今日の資料で何かあのもう一度さっき送っていただいたのと別のものがありましたっけ、うん、ないです、ないですか、じゃあ、はい、大丈夫です、ありがとうございます、はい、はい、では、前回のものも、はい、その新しい生徒さんに、はい、そうですね、今までの映像1から5までの、うん、映像も新しい生徒さんに送って、新井さんに勉強してもらいます、わかりました、じゃあ私から一旦何も送らなくてもいいということですね、
はい、そうですね。あ、はい、わかりました。はい、では先生ありがとうございました。はい、ありがとうございます。すいません、はい、遅くなりました。いいえ、ありがとうございました。はい、失礼します。おやすみなさい。はい。はい。